いつものようにレストランで食事をした後、俺はこう切り出した。大事な話があるんだけど。すると彼女も口を開く。実は私も会社を辞めようと思っています。優秀な彼女に今辞められるのはまずいと俺は焦った。俺の名前は小田倉正則、31歳。実家は代々続く鉄鋼事業を営んでいる。父の義夫は決断力とカリスマ性にあふれる社長だ。それゆえマイペースで自分勝手なところもあるが、社員たちにはとても尊敬されている。そんな父をサポートし、会社の運営を支えるのが生真面目な性格の俺。社員たちと共に親子2人で協力しながら、業界の中でも細々としたシェアを守り続けてきた。ある日、ライバル会社である真田鉄工の社長令嬢が我が社に一般社員として面接を受けに来た。その社長令嬢、真田沙耶さんはとても美人で、ピシッとした姿勢で会議室の椅子に座っている。父が尋ねる。真田鉄工さんほどの大企業の社長令嬢がどうして我が社のようなところへ。沙耶さんはきっぱりとこう答えた。自分の道を切り開きたいと思いまして、御社には大きなポテンシャルを感じます。それで入社を希望させていただいております。真田鉄工でバリバリと活躍していたという彼女の学歴や経歴はとても優秀なものだ。うちで働いてくれたら確実に戦力にはなるだろうが、何か引っかかるような気がする。社長、彼女は真田鉄工から送り込まれてきたスパイなんじゃないですか。そうでなければわざわざうちで働きたいなんて言うわけがありません。俺や古参社員たちはそう言って、社長に彼女の採用を見送るように提言した。しかし社長は、面白いじゃないかと一言、沙耶さんの採用を決定してしまったのだ。母が他界してからもう10年以上が経っていること、それに沙耶さんが美人ということもあり、なんだか嫌な予感がする。二人きりになった際、俺は父に確認せざるを得なかった。なあ、彼女にたぶらかされていないよな。すると父は呆れた顔で俺を見て、ため息を一つ。そんなに心配ならお前の目で確かめてみろよ。それだけ言い、翌日から沙耶さんを俺の元で働かせることにした。彼女は俺の指導下で手始めに事務や経理の仕事を始めることになった。沙耶さんは誰よりも早く出社し、黙々と仕事を覚えては完璧にこなしていく。また真田鉄工の社員としても働き、鉄工業界に詳しい彼女は今までにない視点から社内に新しい風を吹かせてくれたりもする。父は彼女の優秀さを褒めちぎり、こう言ったのだ。いやー、どんなものかと試しに採用してみたけど、期待以上だったな。あれほど優秀な人がうちに来てくれるなんて。父は彼女を深く信頼するようになった。そして我が社の経営にも深く関わらせるように。だが社員の間ではやはり沙耶さんに疑いを持つ者が少なくない。真田鉄工からうちに転職なんて、スパイ目的以外に何があるって言うんだ。スパイじゃなかったとしても新参者のくせに遠慮なく言いたい放題なのも鼻につくんだよな。彼女は仕事熱心ゆえに歯に衣着せぬ言い方をしてしまうことがある。確かにそれで職場にピリピリした空気が流れているのは俺も気づいていた。その働きぶりや優秀さを認めつつも、心のどこかでは悔しかったのかもしれない。俺も最初は沙耶さんを受け入れられずにいた。陰でいろいろと言われていたり、なかなか社員たちが心を開く様子がないのは彼女も悟っていたのだろう。だがそんなものに心折れる様子はない。相変わらず誰よりも早く出勤し、遅くまで働く沙耶さんの姿勢に俺は心を打たれるようになった。
驚くべきことに、彼女が入社してからうちの業績は右肩上がり。今まで他の会社や真田鉄工に押されっぱなしだった状況の一部が覆りつつあった。それだけ鞘さんの才覚は卓越していたと言える。くだらないプライドなんかにこだわってる場合じゃないな。会社のためにも彼女は必要だ。そう覚悟を決めた俺は、鞘さんに不満を持つ社員たちとの間に入り、トラブルを回避しようと仲立ちを始めることにした。彼女が働きやすい環境を作ろうと動き始めたのだ。その成果もあってか、対立していた社員と鞘さんの関係が少しずつ和らぎつつあると思う。そんな折、鞘さんから声をかけられた。小田倉さん、今日の夜空いてますか？よかったら食事でもどうかなって。そんな誘いに驚きつつも、俺も彼女とじっくり話したいと思っていたこともあり、いいですね、とうなずいた。食事の席で鞘さんは改めて俺にお礼を言ってくれた。小田倉さんがフォローをしてくださっているから、本当に働きやすくてとても感謝しているんです。仕事をどんどん任せてもらえる今の職場は本当に楽しくって。そんな彼女の言葉に、ふと疑問を持った。あなたほど優秀な人が、真田鉄工では重要な仕事を任されなかったんですか？そんな質問に、鞘さんは分かりやすく表情を曇らせた。実は私、真田鉄工を追い出されてしまったんです。鞘さんは悔しそうに唇をかみしめる。弟が真田鉄工を継ぐことになりまして。そしてこう続けた。私の方が才能があるし、弟よりも努力しているのに。そう不満に思っていましたが、それでも真田鉄工のために弟を支えようと心に決めていました。でも、そんな私は父にとって目障りだったみたいで、将来社長になる弟の邪魔になると言われて、社内で頭角を現す鞘さんに、重要な仕事を任せず窓際に追いやり、ついには政略結婚をさせて会社から追い出そうとしてきたようだ。仕事が大好きで生きがいだった私にとって、それは受け入れられないことでした。だから父と真田鉄工から離れる決意をしたんです。そこで顔を上げた彼女はきっぱりとこう言い切った。父の鼻を明かしたい。この会社を真田鉄工と匹敵する場所まで引き上げたいと必死に頑張ってきました。だがそこで少し恥ずかしそうな表情を浮かべる。でも少し必死になりすぎましたかね。そのせいで皆さんに不快な思いをさせてしまって、小田倉さんにもいろいろとご迷惑をかけてしまったし、本当に申し訳ないと思っています。そう言って俺に頭を下げた。だが俺は謝ってもらうことなんて何一つないと思っている。君の働きには感謝しているし、これからも協力して一緒に頑張ろう。俺がそう告げると、鞘さんはようやく朗らかな笑みを浮かべた。それから彼女とは仕事の話も含めて何度か食事に行くようになる。そんなある日、父が突然体調を崩してしまう。入院を余儀なくされたことから会社の業務から離れざるを得なくなった。父の不在によって会社の経営は俺一人に委ねられることになるが、決断力に欠けているという大きな欠点が露呈。俺はサポート役でしか力を発揮できないという現実を突きつけられたのだ。代わりに清水部長とかどうだろう。決断力ありそうじゃない？俺はやっぱり加藤常務だと思うな。社員たちは好き勝手なことを言い出し始めて、職場の雰囲気がなんだかおかしい。俺の頼りなさゆえにバラバラになってしまった社員たちをどう収めるべきか頭を悩ませていた。俺を救ってくれたのは鞘さんだった。彼女は真田の娘として帝王学的教育を受けてきていて、その視点からアドバイスをしてくれたのだ。ひとまず
虚勢でもいいから強気に振る舞ってください。自信のない人に部下はついていきません。今までのどっちつかずな態度をやめ、強気に方針を決めるように心がけていく。それで会社が一時的な安定を見せるように。そして俺はさやさんにたびたびアドバイスを求めるようになった。改めて彼女の持つ知識の豊富さや視野の広さ、能力の高さに驚かされっぱなしだ。ある日、さやさんと父の病院へお見舞いに行った。さやさんって本当にすごいんだよ。俺が今何とかやっていけているのも全てさやさんのおかげだと思う。そう言って彼女の凄さを褒めちぎると、少し照れくさそうにしていた。父さんがさやさんを採用して俺の元で働かせてくれた意味が今ようやく分かったような気がしている。やっぱり父さんはすごいな。俺があの時の父の決断が正しかったと絶賛していると、父はなぜか複雑そうな顔をしている。すまん。涙ぐみそうつぶやく父のことをさやさんは不思議そうに見ていた。俺は父の背中をポンと叩き、本当に正しい判断だったと思うよ、と一言。病院からの帰り道、俺はさやさんを食事に誘う。いつものようにレストランで食事をした後、俺は大事な話があるんだけど、と切り出した。すると彼女も、実は私も、と口を開く。会社を辞めようと思っています。小田倉さんが私に操られて真田の操り人形になっているなんて陰で言われているんです。今まで何を言われても全く気にならないかのように気丈に振る舞っていた彼女だが、これはさすがにまずいと気にしているようだ。このままでは大きな混乱を招いてしまいますし、会社のためにならないと思います。私を採用してくださった社長や、生意気だった私の居場所を作ってくれた小田倉さんに対する恩をあだで返したくないですから。涙ながらにそう語ったさやさんに、俺はにっこり笑ってこう提案した。それならいっそのこと社長を継いでもらえませんか？え？予想外の俺の提案に、目を丸くして驚くさやさん。近年の不況や優れた経営者であった父の退任により、社内の現状はかなり苦しい。おまけに近年ライバル会社であった真田製鉄がどんどん成長し、うちの居場所がなくなりつつある。社長の息子だからって俺が後を継いでも難しいと思う。よっぽど卓越した才能を持った人間でないとこの難局は打破できない。俺は必死にそう訴えたが、彼女は懐疑的な表情を浮かべている。ライバル会社の、しかも入社したばかりの私が社長に就任するなんて、きっと誰も認めないと思いますよ。首を横に振って諦めたような様子を見せるさやさんに、俺はさらに訴えかけた。父と俺が説得すれば、みんな納得してくれると思う。もし仮に納得させられなかったら、みんなが納得してくれるまで頭を下げて回るからさ。そんな俺の言葉にさやさんは尋ねてきた。このことは社長も認めてるんですか？俺は彼女の目を見てゆっくりうなずく。父は最初からさやさんの才能を見抜いていたからね。だから反対意見もあったけど、君を採用して、そして俺のそばにつけた。まだ半信半疑の様子のさやさんに、俺はさらに畳みかける。これからの難局を解決できるのは、俺ではなくさやさんなんだっていうメッセージだったと思う。そんな俺の言葉に、彼女は首を振った。そんなのって馬鹿げてます。小田倉さんはこんなこと言うの悔しくないんですか？ボロボロと涙をこぼしながら俺を責め立ててくる。私は会社を継げなくてすごく悔しかったんですよ。先祖代々続いてきた会社を人に任せたいなんてよく言えますね。そう
吐き捨てた。悔しいに決まってるだろう。俺も親父も死ぬほど悔しいよ。突然涙を流し始めた俺に、さやさんは驚いている。でも、うちの会社を、そして会社に尽くしてくれる社員を守るためには、俺の力じゃ不十分なんだよ。俺より出来がいい父でさえ、現状維持がやっとだったんだから。俺はそう言って、彼女にすべてを打ち明けた。父親からのメッセージに気づいたとき、悔しくて泣いたこと。父親にそんなことを言わせてしまう自分の不甲斐なさが嫌だったのだ。でも、何度考えても会社を救えるのは自分ではなかった。俺は涙を拭いつつ、さやさんに尋ねた。うちの会社は嫌いか？面接の時、ポテンシャルがあるって言ったのは嘘だったのか？すると彼女はきっぱりと答えた。ポテンシャルは間違いなくあります。それにここで働くのは楽しかったです。ライバル会社の娘ということで、まともな仕事は与えられないかもしれないと最初は覚悟していたそう。そんな私のことを信頼してもらい、経営にまで深く関わらせてもらって本当に感謝しています。小田倉さんが仲立ちしてくださってからは、皆さんもすごく優しくしてくれたし、協力して現状を変えていきたいと思ってました。さやさんは俺のことを伺うように、どうしても社長でなきゃダメなんですか？と尋ねてきた。中途半端なのが一番良くないからね。今のように一般社員に裏から操られているとか勘ぐられるのはまずいと思うんだ。そう答えた俺はさらに彼女に畳みかけた。だから君も辞めようとしたんだろう。しばらくの沈黙の後、さやさんは、わかりましたと一言、社長になる覚悟を決めてくれた。ただ一つだけ条件があります。それが何かと尋ねると、彼女はにっこりと笑ってこう続けた。やはり一族経営をしていた会社が無関係の人間を社長にするのは無理があると思うんです。だから私を一族に入れてくれませんか？俺は首をかしげつつ、父の養子になるということか？と尋ねる。するとさやさんは苦笑しながら首を横に振った。あなたの妻になるっていうことですよ。え？驚愕する俺に構わずさやさんはこう続ける。小田倉さんの控えめで温和で、会社や社員のことを第一に考えられる性格に惹かれていました。何より私のことを受け入れてくれた社長や小田倉さんの家族になりたいという思いが強いんです。目を丸くしたまま言葉が出ない俺を見て、彼女も顔を赤くしている。私じゃ妻として不足ですか？今までライバル企業の娘としてさやさんのことを見てきた。社長の座を争う相手としても。それを取り払ってしまえば、美人で仕事に一生懸命で真面目な彼女にずっと惹かれていたことに気づいた。だから彼女が勇気を出して言ってくれた言葉を無下にする意味はないことに気づいたのだ。俺もさやさんのことが好きだ。社長になってくれる君のことをこれからもずっと公私ともにサポートしていくよ。彼女の手を取り、そう誓った。それからさやさんは社員に社長就任と俺との婚約を伝えることに。さやさんが社長に？しかも小田倉さんと結婚って。当然社員たちには大きな動揺が走る。さやさんは自分の過去や会社に対する気持ちを打ち明け、説得にかかった。俺も一時退院した父も同じように社員を説得する。さやさんを筆頭にみんなで新しい会社を築いていきたいと思っている。どうか協力してもらえないだろうか。三人で真摯に頭を下げ、社員たちに懇願する。すると最終的にはみんなが納得してくれた。さや新社長、万歳。よーし、やってやろうじゃないか。
それから真田鉄工をはじめとした会社と俺たちの戦いが始まった。さやさんを筆頭に副社長になった俺や社員たちが一致団結したうちの会社は快進撃を見せている。近年の名ばかりのライバルになりつつあったが、ようやく本当の意味のライバルになりつつあった。君のお父さんは君を手放したことを後悔しているだろうね。社長として敏腕を振るうさやを見て、俺はにっこりと笑った。私はむしろあれでよかったって父には感謝しているぐらいなのよ。だってあなたと結婚できたんですから。そう言って妻もにっこりと笑った。